本日7名の死刑を執行しました。裁判の確定順で名前を申し上げますと、朝原祥子こと松本千鶴、早川清秀、井上義弘、新見智光、土屋正美、中川智正、遠藤誠一の7名です。今回の執行なんですが、なぜこの時期になったのかという点につきましてお願いいたします。今回の執行された死刑囚のうち再審請求中だった者はいるかどうかについて、いたら、誰だったのかについてお答え願います。なぜこの時期にというご質問で、ございました。この点につきましても、個々の死刑執行の判断に関わる事項についてでございまして、これについてのお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。ご質問の再審請求中のものということでございますが、今回死刑が執行されたものによります再審請求につきましての有無につきましては、法務大臣である私からお答えすることにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。国際的に死刑の執行に対して、大きな批判が高まっており、また日弁連もですね、死刑については反対する声明を出している中でも、このような大量の死刑執行について、所感がございますか、お願いします。死刑の存廃につきましては、ただいまご指摘がありましたとおり、国際機関における議論の状況、諸外国における動向等を参考にしつつということでございますが、いろんなご意見があるものというふうに承知をしております。基本的には、各国におきまして、国民の皆様の感情、あるいは犯罪の情勢、また刑事政策のあり方、こういったことを踏まえまして、それぞれの国が独自に決定をすべきものであるというふうに考えております。先日上川大臣が中身でやっていらっしゃる赤坂自民党で、総理も出席した会合がありましたが、これに大臣も出席されておりますか。またもし出席されていたら、その際に死刑執行について総理と関係されていたかどうかお願いします。ただいま の件につきましては、私の個人的な活動ということでございますので、この場におきまして答弁にすることについては差し控えさせていただきたいというふうに思います。弁護士に対する心境とそういったものを教えていただけますか。私としては、鏡を磨いて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 という、そういう心構えで、慎重にも慎重な検討を重ねた上で死刑執行命令を発したものでございます。時代の中でどのように、時代の変化の中でどのように思ってその執行を決断したかというお話でございまして、こうしたことについて死刑を判断するという上では、さまざまな時代の中のことも考えながら、そしてこれからのことも考えながら、一つずつの事件のについて慎重な上にも慎重に、先ほど重ねて申し上げますが、鏡を磨いて磨いて磨いて磨き切ると、こういう気持ちで判断をさせていただきました。